トゥルーディテクティブは小説家ニック・ピゾラットによって創作され、脚本が書き下ろされたアンソロジーテレビドラマシリーズである。2014年から HBO チャンネルで放送されている。各シーズンはそれぞれ設定と登場人物が異なる。シーズン1はルイジアナ州を舞台とし、ルイジアナ州警察殺人家の2人の刑事ラスト、コールとマーティンハート、 そして二人の17年にわたる連続殺人事件の捜査を描く。シーズン2は、ロサンゼルス近郊の架空の街を舞台とし、犯罪に手を染める実業家と別々の組織に属する三人の警察官が腐敗した市の幹部の殺人事件に巻き込まれる。シーズン3は、オザーク高原を舞台とし、二人の子供の失踪、殺人事件を捜査する二人の刑事を三つの 時間戦で描く。シーズン1は、批評家から賞賛され、多くの賞にノミネートされ、受賞している。シーズン1は2014年、シーズン2は2015年に放送された。シーズン3は2019年1月13日から放送された。日本では、シーズン1が、スターチャンネルで、トゥルーディテクティブ、二人の刑事として2014年に放送され、ホームメディアでは、 トゥルーディテクティブ、トゥルーディテクティブ、ファーストシーズンと解体されている。シーズン2は、トゥルーディテクティブ、ロサンゼルスとして2015年9月から放送され、ホームメディアでは、トゥルーディテクティブ、トゥルーディテクティブ、セカンドシーズンと解体されている。シーズン3は2019年5月30日より、トゥルーディテクティブ、迷宮捜査として放送され、ホームメディアでは、 クルーディテクティブ猟奇犯罪捜査と解体されている。それぞれに警察を離れていたルイジアナ州、警察殺人課の元刑事、ラストコールとマーティハートは2012年、ハリケーン・リタの被害によって書類が失われたとの理由で、過去の捜査に関する聞き取りに呼び出される。二人は1995年に、ドーラ・ラングという女性の猟奇殺人事件を解決して有名となった後、 2002年に仲違いをしてからの10年間、互いに音信不通だったという。個別の聞き取りの中で、ラストとマーティは、過去の捜査や刑事としての生き方を振り返るが、経緯が明らかになるにつれ、ドーラ殺人事件はまだ解決していないのではないかという疑惑が浮かび上がっていく。シーズン1の主要、キャストシーズン1のその他の、キャストカリフォルニアハイウェイパトロールの警官。 ポール・ウッドルーが道路脇でビンチ師幹部の死体を発見し、ビンチ署のレイ・ベルコロ刑事とベンチュラ軍保安官事務所のアンティゴネ刑事が加わって、州、軍、市の3つの警察組織による合同捜査が行われ、市をめぐる巨大な腐敗と過去の因縁が浮かび上がる。そこにベルコロの窮地の犯罪者で実業家のフランク・セミオンが絡む。シーズン2の主要。 キャストシーズン2のその他のキャストシーズン3は1980年、1990年、2015年の3つの時代で1980年に起きた子供の失踪殺人事件を捜査するウェイン・ヘイズを主人公とする。1980年、人種差別の色濃く残るオザーク高原で、ヘイズ刑事は相棒のローランド・ウェスト刑事と共に男女2人の子供の失踪事件を追う。 やがて一人の死体が発見され、容疑者をヘイズが射殺して事件は幕引きとなる。1990年、二人の子の教師でヘイズの妻となったアメリアは事件についての本を書く。行方不明であった女の子、ジュリーの指紋が強盗現場で発見されて捜査が再開される。ジュリーの両親は殺される。ヘイズとエイストは、ジュリーの母を殺したと疑う元警官を尋問中に、 殺してしまい、死体を埋める。2015年、引退し記憶障害に苦しむヘイズは、事件を調べる TV ディレクターの取材を受けて、事件を再び調べ始める。ディレクターは二人の子が有力者による、ペドフィリア犯罪の犠牲者であり、揉み消すために、多くの関係者が殺されたと疑う。ヘイズは、ウエストと事件の鍵を握る、固めの黒人の男を探し出し、 男の子の死は有力者の娘が関係した不良の事故の結果であり、事件をもみ消すために多くの人が殺されたことを突き止める。シーズン3の主要、キャストシーズン3のその他のキャストシーズン1は、第66回プライムタイムエミー賞では、キャリー・福永が監督賞、ドラマシリーズ部門を受賞し、さらにキャスティング賞、ドラマシリーズ部門、メイクアップ賞、シングルカメラシリーズ部門、 撮影賞、シングルカメラシリーズ部門、メインタイトルデザイン賞を受賞した。その他にも、作品賞ドラマ部門、マコノヒート・ハレルソンが、ドラマ部門作品賞に、ピゾラットが、脚本賞ドラマ部門に、美術監督賞現代、ファンタジーシリーズ部門に、そして編集賞、シングルカメラドラマシリーズ部門に、ノミネートされた。また第72回ゴールデングローブ賞では、 作品賞、マコノヒート・ハレルソンが男優賞に、そしてモナハンが助演女優賞にノミネートされた。ありがとうございます。